三神一体、三神一体、またはトリムールティ、サンスクリット、三つの形の意は、ブラフマーとビシュヌとシバは同一であり、これらの神は力関係の上では同等であり、単一の神聖な存在から権限する機能をことに、する三つの様相に過ぎないというヒンドゥー教の理論である。すなわち、ブラフマー、ビシュヌ、シバの三柱は、宇宙の創造、維持、 破壊という三つの機能が三人組という形で、神格化されたものであるとする。一般的には、ブラフマー、ビシュヌ、シバがそれぞれ創造、維持、破壊、再生を担うとされるが、宗派によってバリエーションが存在する。トリムールティはコンセプトであるが、ブラフマー、ビシュヌ、シバの三神を融合した形で、象徴的に偶像化されることがある。 一つの首から三つの頭が伸びるデザインや、一つの頭に三つの顔を持つというバリエーションが存在し、エレファンタセックス群のトリムールティゾーンが有名である。また、ブラフマー、ビシュヌ、シバの三人の集合名として、トリムールティが用いられることもある。これら三柱の神格が一つのアバターらとして、権限したものがである。ブラフマー、ビシュヌ、シバの三柱が、 単一の神聖な存在から権限する、それぞれ創造、維持、破壊という別の機能を有する三つの要素であると、するトリムールティの理論は、ベーダの時代以降、すなわち、紀元前500年以降に定着したと考えられている。しかし、ブラフマン、思考の存在、宇宙の根本原理が三つの要素を持つというアイデア、神々を三つのグループに対別するというアイデア、神が、 すべて同一であるとするアイデアなど、トリムールティ理論の要素は、ヒンドゥー哲学の中に古くから存在する。は、リグベーダ時代、およそ紀元前1700から1100年、すなわちヒンドゥー教、バラモン教の最も古い時代の最高神、火の神、アグニの持つ三つの性格から、トリムールティが発展したのではないかしている。アグニは、リグベーダでは三つの体と地位を持つとされ、地上では、 火として、大気では、雷として、空では、太陽として、ベーダの世界に存在した。神々に、火、大気、太陽を、そこから発展して、地上、大気、または水、天界を代表させるという考え方は、ベーダ時代、およそ紀元前1500から500年の早い段階から存在し、例えばそれは、ベーダ初期には、アグニ、バーゆ風、アービティア、 アジチャ太陽であったり、アグニ、インドラ、雷、スーリア、太陽であったりと、様々な文献で別々の神々の組み合わせが見られる。後にトリムールティの三神となるブラフマー、ビシュヌ、シバはそれぞれアグニ、スーリア、インドラから発展したとも考えられており、この見方をするとトリムールティの三神も、地、天、大気を象徴する神々という分類ができる。 マイトリー・ウパニシャット、期限前十世紀の後半には、トリムールティの三神が一組として触れられており、トリムールティの起源として、しばしば言及される。例えば四章の五節では、何について瞑想するのが一番良いかという議論が展開される。瞑想する対象として上がるのが、アグニ・日曜日、バユ、大気、アーディティア日曜日、カーラ、時間、プラーナ、呼吸、あるいは活力。 アンナ、食べ物、そして、ブラフマー、ビシュヌ、ルドラの九つである。ヤンホンダによれば、アグニ、バユ、アーディティアはベーダ時代初期の主要な見柱であり、それぞれ地上、大気、天界を代表する。次の時間、活力、食べ物は、ブラフマンの中でも早い段階の権限ではないかという議論を、ウパニシャット期の初期に見ることができる。この並びを考慮すると、 アイトリー・ウパニシャットの著者は、ブラフマー、ビッシュヌ、ルドラ、すなわち芝に、相互補完関係を見ていたようにも読み取れ、この視点は、トリムールキリ論にも含まれている。また、クツアーヤナ参加、クツアイナと呼ばれる5章一節でもこれら三神が触れられ、その後の5章二節で説明が展開されている。半神論をテーマとする、クツアヤナ参加は、人の魂をブラフマンであると主張し、 その絶対的現実、普遍の神は生きとし生けるすべての存在の中に宿ると、している。アートマン、魂、我は、ブラフマーをはじめとするブラフマンの様々な権限である、ことと同等であると展開する。曰く、何時は、ブラフマーである。何時は、ビシュヌである。何時は、ルドラ、シバである。何時は、アグニ、バルナ、バイウ、インドラであり。何時はべてである。 マイトリー・ウパニシャットの五章二節では、ブラフマー、ビシュヌ、シバは、それぞれが三つのグナと関連づけられている。グナとは、すべての生物に見出すことのできる性質、精神、生来の傾向であるとされ、世界は、影質、魂から生じたと語られている。その後世界はそれ自体の作用により活動刺激質、ラジャスとなり、そして精錬、純化され、純質。 サットバとなった。これら三つのクナのうち、ブラフマーは、ラジャス、激質、ビッシュヌは、サットバ、純質、ルドラ、シバの前身は、トマス、影質をそぞれ受け持っている。ただしマイトリー・ウパニシャットは、を、トリグナ理論のそれぞれの要素に当てはめてはいるものの、トリムールティのミハシラが持つとされている三つの役割については言及しいない。ヒンドゥー教は、その後、 ブリハット・アーラニアカ・ウパニシャット、紀元前およそ700年の頃から、重視される神を徐々に減らしていく。ブリハット・アーラニアカ・ウパニシャットでは、鉄人、ヤージュニャ・バルティアが、存在するのは単一のブラフマンのみであるという、ボンガ一女の理論を展開している。このヒンドゥー教における一言論、不二十一言論的な思想の発言が、トリムールティの形成に少なからず影響を及ぼしたと、 考えられている。トリムールティリロンは、オリジナルのマハーバーラタ、紀元前4世紀には登場しないと、一般的には考えられている。つまり、マハーバーラタの著者は、トリムールティリロンを意識していなかったように言われる。しかし後に編集された、マハーバーラタの付録には、トリムールティリロンを漢字される文言が含まれている。加えて、間違いなく、 トリムールティの理論を意識して書かれたと考えられている。記述は、マハーバーラタのホイとされる、紀元前1から2世紀に見つけられる。バーユ・プラーナ、芝ハ、300から500年。プラーナとしては、最古のものは5章17節で、トリムールティに触れている。ヤンホンダは、ブラフマンの3つの権限という考えがしっかりとした、競技に行ったのは、これが初めてではないかとしている。 ブラフマー、ビシュヌ、シバを一つの存在として同一しするというアイデアは、クールマプラーナ、8世紀頃にて、大いに強調されている。一章の六節では、ブラフマンは、トリムールティであるとして崇められる。特に一章の九節では、ミハシラの神の統合を、一章二十六節でも、同じ主題を繰り返し語っている。トリムールティの役割分担が、どのようにして決まったのかについては、 議論が残る。原始的なトリムールティでは見柱が完全に同格であり、それぞれの役割は交換可能だったとする考え方もある。ホンダの見方では、ビシュヌとシバのキャラクターは古代のインド人が自然に感じた神聖を象徴しているとする。ビシュヌにはすべての生物がそこに依存せざるを得ない宇宙を甘ねく、満たす、力強く、 慈悲深いエネルギーが表現されており、一方のルドラシバには宗屋で魚子がたく、気まぐれで、危険な自然が表現されている。そこから、それぞれのキャラクター、英雄譚は発展し、聖歴前までに出来上がっているとする。ベイリーは、ブラフマー神はブラフマンを神格化したものだとしている。また彼によれば、マハーバーラタではブラフマーが創造の役割を担い、 ビショルが維持の役割を担うとする言及が随所に見れるが、シバの破壊という役割に関してははっきりと描写されていない。破壊的な属性を感じさせるエピソードはあるものの、このめかしにとどまっている。そのためベイリーは、シバの役割は、マハーバーラタの後に徐々に固まっていったのではないかと、している。ワプラーナ文献に見られる三柱のキャラクターについて、 ブラフマーは自分の神秘的な力を、ビシュヌは自分の英雄的資質を、シバは勢力と富を享受している、と表現している。加えて順に、賢者、強者、金持ちといった社会的立場に対応するとも、記している。ベイリーによればでグベルナティスの示す、神秘的な力、英雄的資質、繁殖力というそれぞれのキャラクターは、それぞれのカルパ、宇宙の寿命において、 トリムールティが担う創造、維持、破壊という三柱の役割と矛盾しない。しかし、それでも、なお、芝の役割には、曖昧さが残るとも語っている。芝の役割は破壊であり再生であるとされ、プラーナの神話に描かれる芝は繁殖力を象徴することが多い。シンボルとされるリンガもやはり繁殖力を象徴している。一方で、芝は、 色欲とは無縁のような修行者としての顔も持つ。このことに関してベイリーは、ァの受け持つ、第三フェーズの役割は一言説明しきれないからでは、ないかとしている。ブラフマーとビシュヌとァは同一であり、これらの神は、力関係の上では同等であり、単一の神聖な存在から権限する機能をことに、 する三つの要素に過ぎないというトリムールティの理論が、んっと教の文献の中に現れることは稀であり、このコンセプトが宗教美術のテーマとされることも珍しく、生きた信仰としてはヒンドゥー教に受け入れられてこなかった。トリムールティ理論が登場した背景には、ベーダ語の時代に顕在化してきた宗派間の争いを調停しようという意図があったのではないかという見方が存在する。 ダバモニーによれば、マハーバーラタの中でも古い時代に書かれた部分では、ブラフマーが最高神とされているが、時代が下るにつれてビシュヌとシバが目立つようになってくる。そして十二巻のには、この三柱の本質が一つであると宣言することによって、それを調廷しようする意図が読み取れる記述があるとする。マハーバーラタが記されたのは、古い部分では BC8 から9世紀。 完成したのは4世紀頃と考えられている。歴史学者はビショヌ派とシバ派にとどまらず、このプラーナ文献の時代、300-1200年に現れる様々な宗派の間に見ることのできる協調と調和の精神に注目している。マジュンダルによれば、この時代は宗教的な禁止性を書き、 ベーガ時代の信仰の名残としての、正統派バラ文教を含めて様々な宗派が混在した。中でも、バ派、ビシュヌ派、シャクティ派が代表的で、これらは正統派に分類されるものの、それぞれ独自の信仰を形作っていた。この信仰観の協調に関してマジュンダルは、以下のように述べている。ニコラス・サトーンは、以下のように語る。歴史家のは、 トリムールキというコンセプトの背景を以下のように語っている。一方で、ヤンホンダは、トリムールキはシ芝派とビシュ州派の対立関係を調停するために意図的に作られたものであるという印象を抱くべきではないと強調する。彼は、トリムールキとは、この時代のヒンドゥー教において、一言論的な、あるいはほぼ一言論的な傾向が強くなる中で、もともとあった三人組的なコンセプト、 加えてブラフマンは一つであり、始まりも終わりもないという由緒ある思想をリフォームしようとした結果であり、徐々に広まるビシュヌ信仰と、それとは相入れない、シワ信仰という両者の席の中に、ブラフマンの象徴であるブラフマンを加えた三柱の補完関係を見出し、これらを統合しようとした結果であるとする。ホンダによれば、トリムールティは、確かに宗派ごとに信仰する神を上位に立たせようと、 する傾向はあるものの、少なくとも単一の思考の存在の三つの権限というアイデアからは逸脱してない。この理論は三つの神の地位を還元して一つの神の様相とすることによって宗教的包括主義を促進した。すなわち他人の宗教や人生観、世界、心情、教義をネクストベストと考えて拒絶するのではなく適応させるというヒンドゥー教の 特色の形成に貢献している。また、フリーダマ・マチェット、フリーダマ・マチャットは、トリムールティを様々な神格を異なる基準で取り込むことができるというヒンドゥー教がいくつか備えている枠組みのうちの一つであると表している。8世紀までには、トリムールティを建てつる寺院が複数現れている。見柱の並びも寺院によって様々である。 現代でもいくつかの寺院ではトリムールティが信仰されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。